さあ、いよいよ始まります。全国中学生サッカー大会。昨日、沖縄では台風の被害もあった模様ですが、こちらは本日の開会式にふさわしい晴天。8月の灼熱の太陽がグラウンドに照りつけています。各都道府県大会を勝ち抜いた精鋭47チームが深紅の大優勝旗を目指してこれより熱戦を繰り広げるのです。秋田県代表花輪中、立花、正雄、和雄、あの優勝旗、今年は俺たちがいただくぜ。そうともよ。大阪府代表東一中、相田誠、長崎県代表平戸中、慈瞳浩。心配せんでも、あれはわしらのもんたい。北海道代表富良野中、松山光。今年こそあの優勝旗を北海道に持ち帰るぞ。なあみんな。誰にも渡さない。あの優勝旗は大会最終日、もう一度俺が手にするんだ。おい、東方を見てみろよ。ヒューガがいないぜ。ヒューガさん。それにしてもついてないぜ、このトーナメントの組み合わせはよ。順当に行けば決勝の東方戦まで。でも一度負けたら。そう、どっちにしろ戦う相手全てを倒さ。そう考えればどこに当たろうと同じことよ。まあそりゃそうだけど、しかしみんな燃えてる。当たり前よ。俺たち3年生はこれが最後の大会、一度だって負けてたまるかってんだ。そうだみんな、その息だ。東一中は守りのチームだ。大阪府たち、その守りの主力は相田誠。関西ではエースキラーの相田と呼ばれているらしい。必ず相手チームのエースのマークにつき、ボールだろうと足だろうと、この試合相田は翼のマークに来る。はい、よし、まずこの初戦を。また優勝やったるぜ。ああ、いいか、なんといっても南葛は大空翼だ。あいつさえ抑えればあとはどうにかなるさ。ってことはつまり、大空翼を抑えられる俺がいるこっちが勝つってことだ。この大観衆の前で南葛を倒してやろうぜ。ああ、さあ開会式も終わり、早くも1回戦。前回優勝の静岡南葛中と大会初出場の大阪東一中の対戦が間もなく開始されます。開会式を終えた各出場チームのほとんどがここに残り、この試合を観戦する模様です。おい石崎。お、約束通り応援に来たぜ。おー、浦部たちだ。絶対優勝しろよ。優勝しなかったら承知しないからな。任しとけ。おいてめえら、浮かれてるんじゃねえ。何？前回前々回さっさと試合の準備しろってんだ。お前が大空翼か。実際に見てみっと大してでかくねえな。あんたのマークは俺がするから、
よろしくな。翼、あいつが大阪の決勝戦であの中西から決勝ゴールを奪った相田誠だぞ。うよし行くぞ。 V3 に向けて。バカ野郎、お前らに V3 はねえ。南葛も大空翼も俺が止めてやるぜ。けっ、お前なんかに翼が負けるかってのは。すぐに分からせてやる。来るなら来い、俺は全力で戦う。カード奪い返した。岩見君、ロングパスだ。このパスをトラップ。タッチ、素早く横にかわす。倉持くん、このスライディングが決まった。敵陣へ攻め込みます。伊沢くん、激しいタックル。ワンタッチで送る。この試合、お前に活躍はさせん。消えた。カミソリタックルだ。何？今のタックルで。ソダ君、横にかわしてここまで。かわして振り切った。ソダ君、センターラインを越えて攻め込む。ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。それ。伊沢君、パスを出します。そうだ、行くかよ。このスライディングが決まった。うわっ、鋭いシュートを放った。カミソリシュートだ。今は一歩も動けず。このゴールでチームにリード。チンタラやってんじゃねえぜ。なる、小野寺君、ボールを奪うことができません。翼君、これは南米式のドリブルだ。それ、かわして振り切った。さあ、こっちだ。連続突破で見せます。センタリングを上げた。長いパスが通った。東第一、ボールを奪うことができず防戦一方です。長野君、クロスに合わせに行く。佐々木君、ここはクリアだ。高杉君、ここで止めた。伊沢君、素早く横にかわす。スライディングで止めた。ここはパスを出した。相手のエースはたとえファウルでも止める。センターラインを越えて攻め込む。中井君、ここで止めた。小田君、激しいタックル。センタリングに合わせる。見えた。このボールに飛びつく。辻君、ボールはまだ生きている。相田君、ボールの狙いも届かない。あー、弾きます。林君、パスを出します。いい形でボールを奪った。林君、激しいタックル。ここからセンタリング。長野君、センタリングに合わせる。つぐくん、これはキャッチできない。このクロスは通るか。あー、はじきます。佐々木君、ここはクリアだ。高杉君、ワンタッチで送る。パスを出します。かわして振り切った。石崎君、敵陣を切り裂く。センターラインを越えて攻め込む。横をすり抜けた。シュートだ。辻君、ボールはまだ生きている。タッチ、ゴール前に上げた。キスギ君、クロスに合わせに行く。それよ、ソーダ君、パスを回す。小野寺君、
素早く横にかわす。それ横をすり抜けた。東第一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。カミソリシュート。小野寺くん、くっつくな。森崎くん、これはキャッチできない。さあ、ボールを抑えた。小野寺くん、このスライディングが決まった。豪快にシュート。これはそこまでいるぞ。あっと、これを弾いた。ゴールダッシュ成功。このクロスは通った。井出くん、ゴールを狙う。瀬田くん、ここは抜かせません。これが俺のシュートだ。カミソリシュート。シュートを放った。森崎くん、ダイビングキャッチ。中里くん、ここはパスを出した。瀬田くん、お箱のヒールリフトだ。奪い返した。狙いすましたパスを送る。あと、ドリブルを見送る。ボールダッシュ成功。ドリブルで突破。なんかつ、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。翼くん、お箱のヒールリフトだ。ボールは友達、渡しません。ちょっと決まった。岩見くん、激しいタックル。よそをすり抜けた。お箱のヒールリフトだ。得意のヒールリフトで抜いた。ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ジャーチが決まった。林くん、ここで乗るか。体ごとぶつかっていった。いけ長野くん、ワンタッチで送る。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。必殺のシュートを放った。ああ、突き飛んだ。懸命に勝ち出した。倉持くん、ここはクリアだ。それ伊沢くん、ここはパスを出した。このスライディングが決まった。小田くん、ここは抜かせません。かばして振り返った。相田くん、スライディングでカット。東第一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。伊出くん、ここからチャンスを作れるか。それ小野寺くん、力をためて強烈なシュート。それ横飛びで鋭く反応。これは会心のセービング。それパスを出した。いけいけ。翼くん、これは南米式のドリブルだ。そうだ、くん、スライディングでカット。かわして振り切った。小野寺くん、会心のシュート。横っちょで鋭く反応。これは会心のセービング。ここで前半終了。なんと初あの相田ってやつ、やるな。ああ、翼のスピードに完璧についていってやがる。それに翼のドリブルを止めるだけの力もある。後半は俺たちももっと気合を。大丈夫だ、後半ぜ、そうともよ。みんないつものプレイをすれば。はい。こんなところで負けてたまる。翼、マークがきついと思うが頼むぞ。はい。みんなの士気が上がっている今、怪我のことを知られてはまずい。学ぶ、ちょっと。え？あら、大川くん。マネージャー、ちょっと早く来て。小学生時代の古傷をまたやっちまった。
足の怪我がひどくならないようにテーピングを頼むよ。とにかく早く。はい。学ぶ、みんなにはこのことを。うん、分かってるよ。はい、終わったわ。ありがとう。大丈夫？ああ、大丈夫。必ず勝つよ。うん。よし、前半はうまくいった。守りのチームの俺たちにこの、それにいい知らせ、やつは大空翼は、あ、なに翼、ゴール前ではか、あ、よっしゃ、南葛を倒すの。キックパスを出した。ここはパスを出した。横をすり抜けた。敵陣へ攻め込みます。織田くん、翼、その足でマークを外せるか。こいつ、俺の足のことを。高津くん、激しいタックル、チャージが決まった。あっと奪い返した。織田くん、横に回って突破。高杉くん、ゴールダッシュ成功。あと、ドリブルを見送る。翼くん、得意のフィールリストで抜いた。山田くん、ボールを狙うも届かない。箱のヒールリフトだ。ソラくん、ここは抜かせません。横をすり抜けた。高杉くん、横にかわしてくれた。ここでパスカット。高杉くん、パスを出します。ソラくん、このスライディングが決まった。リナくん、ここで止めた。翼くん、パスを回す。かわして振り切った。ドリブルでボールを取る。南葛、この作戦指示が功を奏するか。山田くん、ボールを狙うも届かない。このクロスは通るか。杉くん、ゴールを狙う。パントキックで大きく蹴り出した。どうだ、翔太くん、横にかわす。ここは一か八か、試してみる。ボールは友達、渡しません。それ、いけ、かわして振り切った。翼、はっ、林くん、激しいタックル。チャースが決まった。それよ、あっと奪い返した。ダッシュ、ここは抜かせません。いけ、ここはパスを出した。林くん、激しいタックル。岩見くん、ここで止めた。翼、翼くん、素早く横に倒す。止められない。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。このパスは通らない。ごとぶつかっていった。いくぞ。翼くん、豪快にシュート。ドライブシュート。くそ、ごめんロベルト、俺にはまだこのシュートマスターできないよ。それにこのドライブシュートは思ったより軸足に負担がかかる。この試合もう今のシュートは打てない。くっそ、驚かせやがって。俺もドライブシュートは考えたが、上から下への回転はかけるのが難しすぎるんだ。だから俺は諦めて鋭い横回転のカミソリシュートに切り替えたんだ。翼、いくらお前でも俺たちの年代じゃまだドライブシュートは無理なんだよ。しかし翼の怪我は間違いないし、今のシュートでまた少し痛めたはず。こうなってはもう俺のマークからは逃れられんぞ。キーパーからのリスタートです。辻くん、ロングパスだ。井出くん、ロングパスを受けます。それ、
ここは抜かせません。それ素早く横に倒す。ここからシュートに持っていく。キープは一歩も動けず同点。やった、振り出しに戻しました。まんまとしてやられた。でもみんな安心しろ。そしてそれ、吉田君、このボールをコントロール。林君、横にからして突破。吉田君、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。これは南米式のドリブルだ。すでに後半の3分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。横をすり抜けた。ドリブルで突破。ここはパスを出した。佐々木君、ここは好きにさせません。体ごとぶつかっていった。それ、岩見君、横にかわして突破。それよ、杉君、しまった。次々にかわしていく。あん、かわした。さあ、ゴール前です。杉君、急げ。シュートを放った。見えた。これを正面から押さえに行く。辻君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。長いパスが通った。岩見君、ここは抜かせません。翼くん、激しいタックル。小野寺くん、なんと奪い返した。いけ。長野くん、ここはパスを出した。よし、かわして振り切った。伊沢くん、連続突破で見せます。かわして振り切った。伊沢くん、連続突破で見せます。鋭い回転をかけてゴールを狙う。あーっと、弾き飛ばされた。キーパー一歩も動けず。伊沢くん、ロングシュート。伊沢くん、さあ、かわして振り切った。伊沢くん、は、行くぜ。森崎、さっきと逆だ。逆に飛べ。くらえ。おっ、なに、小田君、ここはパスを出した。はっ、かわして振り切った。翼君、ボールは友達、渡しません。奪い返した。長野くん、激しいタックル。三橋くん、岩見くん、タックルも決めた。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。敵陣へ攻め込みます。佐々木くん、ここからチャンスを作れるか。翼くん、センタリングに合わせる。空高くで火花を散らす。ボールも切りました。これは反応しているぞ。ゴール隅に決まった。ものすごい高く仕上げた。ガー、それ、いけ。翼くん、横にかわして突破。東第一、鋭い刃の持つ。相手チームに襲いかかるのか。ここは抜かせません。小野寺君、センターラインを越えて最後に鋭いスライディング。かわして振り切った。ボールも奪った。ドリブルでボールを運ぶ。体ごとぶつかっていった。翼君、これは南米式のドリブルだ。パスを回す。このタックルは不発に終わりだぜ。かわして振り切った。翼くん、これは南米式のドリブルだ。
敵陣へ攻め込みます。倉持くん、ここは抜かせません。誰、伊沢くん、激しいタックル。さあ試合も残りは最後まで熱い展開を期待したいところです。長野くん、ここで止めた。このクロスは通るか。これは一球だ。空中での激突だ。杉君とこの大一番を制する。林くん、ボールを奪うことができません。このセンタリングをものにできるか。空中でぶつかり合う。長野くん、この大一番を制する。このボールを拾います。ここはパスを出した。ここで試合終了。6、前回覇者南葛中学、まずは1勝、2回戦進出を決定しました。逆カミソリシュートどうしてわかったんだ。予選でも一度も見せたことがなかったのに。そうだよ、翼の指示がなかったら俺だって多分取れなかったよ。うん、ただの感覚かもしれないけど、軸足の角度と振り足の速度でなんとなくね。それでとっさの指示をしてしまったんだ。なるほど、足の角度ね。俺も回転をかけるのには苦労してるからね。翼、あのシュートドライブシュートだ。うん、まだ完成してないんだけどね。あれは難しいな。俺も試してみたができなかった。ドライブシュート絶対に完成しろよ。お前ならきっとできるよ。そういえば足は大丈夫か。うん、大丈夫。ちょっと癖になってるところで。そうか、俺たちを破ったんだ、必ず優勝しろよな。うん、それじゃあな、また会おうぜ翼。くしゃー、負けちまったぜ。みんなメソメソすんな、胸張って帰ろうぜ。そうだ、誠、本当はいいやつかもしれないな。もうすぐ試合だ、十分に体をほぐしておけ。はい。キャプテン、ヒューガさん。監督、今沖縄から帰りました。ヒューガ、東邦学園のキャプテンでありながらこの大事な時に勝手な行動を取ったこと、わしは絶対に許さん。何？この大会お前は使わん。監督、大会2日目、今日は残りの1回戦か。俺たちはここから激戦が続くんだ、しっかり調整しないとな。メール？なんだよ、誰からなんだ。
元気でやってるか翼。俺はプロの選手になるために練習する毎日だ。日本ではもう全国大会が始まってる頃か。お前のことだ。もちろん勝ち残ってるよな。でも試合に勝ったってお前の話は聞き飽きた。負けた時だけメールをくれ。その相手がどんなやつか知りたいからな。ところでドイツで久しぶりなやつに会ったんだ。誰だと思う？それは三崎太郎さ。画家の父親と一緒に今はパリにいるそうで、ドイツにいる俺を訪ねてきてくれたんだ。なんかフランスのサッカー雑誌に俺のことが載っていたらしくてな。ちょっと恥ずかしいぜ。それで久しぶりに三崎とサッカーをしたんだが、相変わらずいいボールさばきをしてたぜ。三崎もきっと将来はプロになるって確信したよ。翼、頑張って全国大会 V3 を成し遂げろ。そしてまた一緒にサッカーをしよう。その日を楽しみにしている。じゃあ今日はこの辺で。若林源三。三崎くん、フランスにいたのか。なるほどな。道理で日本の大会に出てこないわけだ。よかった三崎くんが元気で。へえ、若林さんも頑張ってるんだな。よし、俺たちも頑張って三崎や若林さんにいい報告し、あ、そうだな。よし、じゃあみんな、おー